皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は皆様からいただいた質問にお答えしていきたいと思います。記念すべき第1回目はですね、堀さんに質問です。ビーレジェンドプロテインを愛用していますが、最近プロテインだけではタンパク質の吸収がうまくいかないと聞きました。本当でしょうか？プロテインと共に摂るといい食材などはありますか、というご質問をいただきました。ありがとうございます。本日はですね、このご質問にお答えしていきたいと思います。プロテインはタンパク質を補うためのサプリメントですので、今回はプロテインと相性のいい栄養素のお話と、プロテインの吸収を高める飲み方と、逆に吸収の効率を考えるとあまりおすすめしないよっていう飲み方をお話ししていきたいなと思います。プロテインと相性のいい吸収の効率を高める栄養素3つあります。1つ目がビタミン B6になります。ビタミン B6 は摂ったタンパク質の代謝を促進する働きがあるんですが、摂ったタンパク質を自分の体に作り変えるための働きをしています。例えばお肉を食べたら、消化吸収の過程でアミノ酸という物質に分解されて、自分の体の組織に合ったタンパク質に再合成されるというような、もうざっくり言うとそんな感じで、タンパク質というのは消化吸収されていくわけなんですけれども、タンパク質を摂っただけではその栄養素を代謝することができずに、自分の体の材料に作り変えることができません。その時に必要になってくるのがビタミン B6 と呼ばれるビタミンです。このビタミン B6 の特徴としては、タンパク質の摂取量が増えれば増えるほどビタミン B6 の必要量も増加していくという特徴がありますので、日頃プロテイン飲むなどしてタンパク質の摂取量を心がけている方は、より意識して摂っていただきたい栄養素になります。このビタミンはですね、どんな食材に多く含まれているのかというと、大豆とかくるみ、マグロ、鶏肉、バナナなんかに多く含まれている栄養素です。2つ目はですね、ビタミン C です。タンパク質の一種であるコラーゲンの合成に必要不可欠な栄養素になっております。コラーゲンは私たちの肌とか筋肉とか組織の材料になるのはもちろんなんですけれども、体内でアミノ酸の合成だったりとか結合組織の合成というところで役に立つ栄養素になっております。なので、摂ったタンパク質をしっかりコラーゲンに作り変えて、体のありとあらゆる組織の材料にするためにはビタミン C が必要になってくるので、タンパク質を摂ったならば合わせて一緒に摂っていただきたい栄養素になります。これはどんな食材に多く含まれているのかというと、緑黄色野菜、特にブロッコリーとかそういった食材をおすすめします。イチゴとかオレンジといった果物にも多く含まれているので、タンパク質を多く含む食生活をされている方はより意識して野菜とか果物を取り入れていただきたいなと思います。ちなみにビーレジェンドプロテインにはタンパク質にプラスしてビタミン B6 もビタミン C も一緒に添加されておりますので、ビーレジェンドプロテインを飲むとタンパク質とビタミン B6 とビタミン C 一緒に摂ることができます。最後3つ目は糖質をしっかり摂っていただきたいなと思います。消化吸収を助けるというよりは、摂ったタンパク質を効率よく利用するために必要になってくる栄養素です。タンパク質と糖質組み合わせると、筋タンパクといって筋肉の材料となるタンパク質の合成を促進するというふうに言われています。特に運動した後とか筋トレした後、筋肉の回復をしっかり促したいなという時には、糖質とタンパク質を組み合わせて摂っていただくのがおすすめです。じゃあ次はですね、タンパク質の吸収効率をより高めるためのプロテインの飲み方。まず大前提としてですね、消化吸収がスムーズなポイントは低脂質であることと、固体より液体の状態で摂ることがポイントになってきます。それで適してくるのがプロテインになるわけなんですけれども、プロテインで効率よくタンパク質を摂るためのポイントとしては、まず割るものがポイントになってきます。牛乳で割るよりかはお水で割っていただいた方が吸収効率が良くなりますので、理由としては牛乳とか豆乳には本来含まれている脂質とかカゼインと呼ばれる吸収がゆっくりなタンパク質が含まれていたりするので、よりスピーディーな吸収を求めるのであれば、余分なものが含まれないお水割りで飲んでいただくのがおすすめです。あともう一つポイントが、こまめにタンパク質を摂ることがポイントになってきます。1日に必要なタンパク質の必要量、運動の習慣のある方だったらご自身の体重 ×2g が目安になってくるんですけれども、例えば1日の必要量が 120g だったとして、1日で 120g を摂る必要があるのであれば、食事と食事の間でプロテインを飲むとか、1
回に摂るタンパク質の量をだいたい 20g ぐらいを目安にこまめに分けていただく方がタンパク質は効率よく摂取することができます。最後、逆にタンパク質の吸収を妨げてしまう飲み方、食べ方をご紹介したいと思うんですけれども、プロテインの消化吸収をゆっくりにしてしまう働きをする栄養素、大きく分けて2つあるんですけれども、脂質と食物繊維になります。普段の食事にプラスでプロテインを飲まれている方、パンとプロテインとか納豆ご飯とプロテインとか、そういった組み合わせで取られている方おられるかもしれないんですけれども、例えばパンには脂質や食物繊維が多く含まれています。ご飯に食物繊維たくさん含まれているので、プロテインの消化吸収をゆっくりにする作用が働いてしまいます。なのでこの組み合わせ自体は全く問題ないんですけれども、プロテインの消化吸収スピードとかタンパク質の利用効率を最大限アップさせたい方は、ちょっと時間を置いて飲んでいただく方がおすすめです。目安としては食事の後だいたい2時間ぐらい空けた状態でプロテインを飲んでいただくと、より効率よく消化吸収されると思いますので、参考になったら嬉しいなと思います。では本日はですね、皆様からいただいたご質問に答えさせていただきました。コメント欄で質問随時大募集しておりますので、ぜひ気になる点とかあったらお気軽にコメントいただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。